皆さん、こんにちは。イグです。今回はもう1月も半ばを過ぎようとしているので、2023年に使っていた、使い切れたものはないんですけど、使ったりやめたりして溜まってしまっている2023年の手帳を整理したいと思います。残してもあまり意味がないかなっていうものは破棄します。ぜひ最後までご覧ください。2023年に私が使っていた手帳です。引っ越しの段ボールのまま入ってるんですけど、中見ていきましょう。よいしょ。まずほぼ日手帳 X のスニーカーですね。全部最後まで使い切れた手帳っていうのは、一冊もないです。全部途中で終わってます。スニーカー手帳。あと、バレットジャーナルをちょっと使ってた時期があって、これは、スタロジーの365デイズノート。これも同じものなんですけど、これはね、過去のものです。これを作るにあたって、過去にどうやって作ってたかなって見るのに出してきたものなので、これは取っとくやつですね。そしてライフログを、もう本当に適当に日々の記録を残していたノートっていう、英語のただの100円ショップのノートがあるんですけど、日付書いてあって、これも続けようと思ってたんですけど、これが今のほぼ日手帳のカズン本になっています。ただこの時はもう1日1ページじゃなくて、好きなだけ書いたり書かなかったりっていうのがかなっていたので、7月から9月でこれ1冊使ってますね。2ヶ月で、この丸いシールこの丸いシールをインデックス代わりにして、手帳に関することはピンクのところに書いて、YouTube に関することは緑のところに書いてとか分けてました。この分け方、結構こっからここまでが手帳に関すること、こっからここまでが YouTube に関することみたいに分けなくても、こうやってシール貼るだけでめくれるのでおすすめです。これだけかな、最後まで使い切れたのは。で、同じ感じで2冊目入ってるんですけど、これは途中で終わってます。で、可愛いノートにしたらテンション上がるかなと思ったんですけど、そうでもなかったです。私がノートを選ぶ時に絶対必須条件としてるのが方眼形っていうことですね。あと、できれば英語で、リングじゃないものを選ぶようにしてました。個人的にリングが苦手なだけなんですけど。で、こちらが、高橋手帳さんのトリンコ7ですね。夏から使い始めてて、すっごい使いやすかった手帳です。でも、メモページが少なかったっていうことで、今はサニー手帳に変わってます。よいしょ。ほぼ日手帳のオリジナル1月版とスプリング版ありますが、1月はね、頑張ってたんですよ。バーッと見ると普通に日記を書いて、1月版は頑張ってました。3月ぐらいまで続いてます。で、スプリングは普通に予定を管理しようと思って買ったんですけど、ほぼ白いです。ノルティ手帳ですね。これはこのメモが特化しているタイプ。これは週刊レフトのタイプ。どっちも好きなんですけど、私、手帳としてはこの B6 サイズが一番推しで、これに慣れちゃったら本当に書くスペースがなさすぎて、ちょっとこの小型版っていうんですけど、ノルティの
小型版のサイズはもう私は使えないかなと思います。でもノリティさんはいろんなサイズといろんな種類が出てるので好みのものはあると思うんですけど、今のところまだサニー手帳から浮気はしてないですよ。そしてライフログをこのノートにつける前にロルバーンにつけてたんですね。7のロルバーンとかにつけてる時がありまして、この時にあのフリクションの 0.38 がすごく書きやすいことに気づきました。 L サイズのロルバーンです。でロルバーンは結構続いたんですけど3冊目で終わってます。あとはシステム手帳ですね。システム手帳を使っていた時期もあったので、それがここにまとまってます。システム手帳にログをつけてたこともあります。システム手帳にログをつけるのもすごく気に入ってて割と続いてたんですけど、結局今はカズンに書いているっていう感じですね。でこの中で取っておきたいものを選ぶんですけど、2022年まではなんかほぼ日手帳を主に使ってて、ほぼ日手帳の中でウィークスとオリジナルとカズンと 1年に3冊4冊あるわみたいな状態だったので、どれを残すかって言ってもほぼ日手帳だったんですよね。でも今っていうか2023年は本当にいろんなノートに手帳に手を出しているので、どれを残すかすごく難しいんですけど、まずほぼ日手帳も申し訳ないんですけど、ほぼ日手帳のこのスプリング、ほぼ白いまま終わってしまったこれは手放し対象ですね。でまあこれは日記が少し頑張って書いてたのでありかな。でこの辺もですね、予定管理をしていたんですけど、結局ちっちゃすぎて管理できないってなってるので手放し対象です。で高橋手帳さんのトリンコは結構使いやすかったっていうので、どんなのだったかなって振り返りたくなると思うんですよね。だからこれ取っときます。あとはロルバーン3冊、これはですね、東京にいる頃からこっちに北海道に引っ越してくるところをまたいでいるので、なかなかのいい思い出になっていて、ちょっと手放せないかなと思います。ものすごい詳しく書いてあるんですよね。1日に3ページ4ページぐらい使うこともあったかな。でこちらのノート、これは実家にいる時に使ってたので新聞の記事も貼ってます。ツイッターのアイコンが変更になった時とかで、まあいろいろ大事な切り抜きが貼ってあるので取っておきますが、取っとくのはこの使い切った一冊だけでいいかな。あとはバレットジャーナル途中まで書いたものなんですけど、ここにね大事な新聞記事が貼ってあるんですよ。ボレアス北海道が V1 に昇格した時の新聞記事です。頑張ってますよ今年 V1 で。もちろん V1 の中では一番弱いんじゃないかと思ってたんですけど、頑張ってますね。だからちょっとこれ捨てられないかもしれない。スニーカーは毎年取ってあるし、気に入ってある、すごく気に入ってるので取っておきます。今見てもこの色めっちゃ好きです。前に2014年から2022年までのほぼ日手帳、今までの取ってあるやつをご紹介した動画があるんですけど、1年に何冊も使っててもなるべく1冊ずつしか残さないようにっていうのを意識して、多くても2冊
撮ってあったんですけど、いやこんなに絞れない年あっていいのかなっていう感じですけど、ちょっと一旦ね、一旦2023年はこれだけ撮っておきたいと思います。また就活するときには捨てていきたいと思うんですけど、まだちょっと早いかなと思うので撮っておきます。システム手帳のリフィルも撮っておきます。最近またシステム手帳が使いたくなってきてうずうずしてるんですけど、でも上手な使い方が私にはわからないので、また失敗するんだろうなっていうので手がつけられない。はい、ということで今回の動画はここまでにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。イグでした。バイバーイ。